実はもうかれこれ半年ぐらい髪を伸ばし続けてるんですが、まあそこそこ伸びてきまして、先日ちょっと後ろでツインテールに結んでましたら、奥さんに何してんの、私でもツインテールなんかしたことないわとたしなめられてしまいました。ちなみにブラッシュはタングルティーザー使ってます。スケロナンチのユーコンユーコン、この番組はカナダユーコン準州移住7年目、まだまだ駆け出しユーコナーの私スケの団地が初心者目線でユーコンの魅力を紹介する番組です。ねえ、言うてますけども、いやタングルティーザーむちゃくちゃいいですね。僕も、某大好きな芸人さんが、ロン毛の芸人さんが使っているということで使い始めたんですけども、むちゃくちゃ髪、40歳のおっさんの髪の毛でもサラサラになるので、これは素晴らしいブラシだなと思って愛用しております。タングルティーザーさん、スポンサー案件お待ちしております。といったところで今週はこの企画をお送りします。俺たちのうんこはいずこへ、2のぐそは命の返し方ということでですね、今週も先週に続きまして、うんこの話をお伝えしていきたいと思うんですけども、そうですね、まず先週のおさらいをしていきたいと思うんですが、私がですねアウトドア雑誌のビーパルのインスタグラムのアカウントをフォローしているんですけども、ある日ですね、そのビーパルがインスタグラムでですね、命を自然に返す優しいのぐその仕方を教えてくださいという投稿をしておりまして、ふんどし、ごめんなさいね、クソという漢字に土に教師の師でふんどし、伊沢正奈さんという方にですね、のぐその仕方を教えてもらうっていう記事を見たことがきっかけだったんですね。まあその記事を読みまして、私はですね、この夏に、自給自足女チカディとですね、熊のうんこを見てた時に喋ったことを思い出したんですけども、そのチカディがこういうことを言ってたんですね。自分たちのうんこやおしっこを堆肥にしようとしてる知り合いのファーマーがいるんだけど、肥料としてちゃんと使えるようになるまでには10年ぐらいかかるらしいという言葉を思い出したんですね。まあ現代人食生活の関係でね、窒素とかリンが、まあ、うんことかおしっこの中に多すぎて植物にはあまり良くない場合があるということを、聞きましてですね、私はですね、自分たちはうんこでさえも自然の循環に参加できないのかというふうにね、とてもショックだったんですね。それまでのイメージでは、まあ、声だめとかね、ああいうのがありますので、自分たちの排泄物っていうのは栄養が豊富に含まれてて植物にとってはいいものだというふうに信じてやまなかったんですね。じゃあそのふんどし伊沢正奈さんの言ってることってどうなん、その辺にのぐそってして大丈夫なんっていうことで、例の記事を読んでですね、さらに伊沢さんのふんどし層、ごめんなさいね、クソっていう漢字に土って書いて思想、ふんどし層について今回は深く迫ってみたいと思います。ということで、まずそのビーパルの例の記事をウェブサイトで読んでみたんですけども、この伊沢正奈さんという男性の方になるんですけども、なんと1974年にのぐそを始められてですね、それ以降の50年間ほぼ全て、うんこはのぐそで行ってきたと、回数にして16,500回を、数えるそうです。もともとねキノコの写真を撮られるカメラマンの方だったようなんですけども、その自然界の中での分解者の重要さに気づかれるんですね。まあ、キノコも分解者の一種ですよね、菌類なので、まあ、落ち葉とか枯れ木を分解していく立場なんですけども、その後ですね、
ノグソを始められるあるきっかけがありまして、それは何かと言いますと、うんこやおしっこの処理施設の建設に対する反対運動っていうのがあるっていうのを知ったことらしいんですね。じゃあそれってめっちゃ身勝手なんじゃないかというふうに伊沢さんは考えられたんですね。自分たちはうんことかおしっこをしてるのに、その処理施設が作られる、近くに作られるっていうのは嫌だという反対運動を知ったことで、じゃあどうしたらいいんだろうということで、根本的な問題解決のためにノグソを始められたんですね。すごく合理的というか、それって実は唯一の解決方法ですよね。それでノグソをするためにお家の裏山を買い上げまして、そこをプープランド、プープーは英語でうんこなんですけど、プープランドと名付けられて、その裏山でもう50年以上ノグソを続けてきたと。でその裏山はですね、うんこを食べる虫でありますとか菌類なんかの分解者がすごい増えてですね、もう今では半月ほどで、もうその伊沢さんがされたうんこが分解されて、林自体もですね見違えるほど元気になったとおっしゃられるんですね。で伊沢さんが言うには、人が生み出すうんこは他の生き物にとってはご馳走だと、座右の銘といたしまして、人が作り出す最も価値あるもの、それはうんこ、人間にできる最も尊い行為、それはノグソというふうに言われてるんですね。なぜかと言いますと、トイレにうんこをすると下水処理場で水と汚泥に分解されて、うんこだったものはですね汚泥の方に分類されていきますよね。でそのもともとうんこだった汚泥はですね燃やされて灰になって、最終的にはコンクリートで固められてゴミになるということなんですね。だからトイレでうんこをすると実はすごい大きいゴミに最終的にはなっていくということなんですね。だからこそノグソをすればゴミにならないし、他の生き物の食べ物になって自然の循環の輪に命を返すことができるっていうのが、ビーパルの記事でした。記事自体ではですね、それ以外にもノグソの仕方がですね簡単に出ておりましたので、もし興味のある方はそちらも読んでいただければなというふうに思います。それでですね、僕自身はですね、あ、伊沢さんこの人すごい人やなというふうに思いまして、もうちょっと知りたいなと思うことで、ちょっと YouTube でね調べてみたんですね。するといろいろ出てきたんですけども、外録チャンネルっていう、これ結構日本では有名な YouTube のチャンネルになると思うんですけども、あなたの人生教えてくださいっていうような、いろんな人にインタビューをするチャンネルがありまして、そちらの方に伊沢さん出ておりましたので、そちらの方を視聴するとより詳しくいろいろ分かりましたね。はい、その外録チャンネルでのインタビューの中で伊沢さんはですね、実際に、プープランドの中に入っていろいろ教えてくださってました。いろいろおっしゃってたんですけども、土の分解力はすごいということとかですね、ノグソはゴミが出ない、彼の場合は実は紙も使わないんですね。じゃあどうするかっていうと、葉っぱを使ってお尻を拭きまして、ボトルに入った水で、手を洗うと。でノグソをした場所には枝を立てて目印にしておくということとかですね、一番面白いなと思ったのはですね、じゃあ木にとってのうんこって何だと思いますかっていうふうにインタビュアーの人に問いかけるんですけども、木にとってのうんこ、それは酸素ですよね。光合成によって二酸化炭素を取り入れて酸素を排出すると。で我々人間動物はですね、それを使って生きている、ということで、何かにとってのうんこは他の何かにとって命の糧になるんだということをおっしゃられてたんですね。で人間はトイレにうんこをしてゴミにしてしまっていることで、その命の循環から離れてしまっていると。
肉とか魚とか野菜とか穀物とかキノコとか、まあ人は生きるために多くの生き物を食べて命を奪ってしまっているんですけども、自分で栄養を作れない人間にとっては、まあ、それは仕方のない行為、まあ、当然の権利、他の多くの動物もそうですよね、まあ、それは権利なんだと。ただ自然の中でうんこをすれば、それは多くの様々な生き物に食べられ、新たな命によみがえることができると。だから野糞っていうのは人が自然と共生するための命の返し方であるというのがふんどし草、クソに土に思想なんですね。で、伊沢さんはですね、まあ、野糞そしてこのふんどし草をですね、あらゆるところでの講演でありますとか、実は本もたくさん出されてて野糞を進めているということなんですね。なるほど。野糞ちょっとしてみたくなってきたなぁ。ちょっと待って。その野糞の素晴らしさとか、野糞のその可能性とかはすごい分かったけど、僕が、スケの団地が言ってたそもそもの問いっていうのは、人のうんこってその辺の自然の中にしても大丈夫なんっていうことですよね。その窒素とかリンが多くてあんまり良くないって聞くけど、その辺はどうなん？チカディの知り合いのファーマーは堆肥にするために10年近くかかるって言ってたらしいけど、っていうことですよね。どうなんですか、伊沢さん。というところはですね、やっぱりね、考えてらっしゃったので、そこはごめんなさい、また来週にまたがせていただきたいと思います。いやー、むちゃくちゃ面白いです。うんこのぐそ、なんとユーコンユーコン、うんこのぐそで3週目に突入しようと思います。どうか来週も聞いていただければと思います。ということで、俺たちのうんこはいずこへに、野糞は命の返し方でした。エンディングです。ユーコンユーコンはスタンド FM、YouTube で毎週金曜日に配信しております。ぜひいいねやコメントをください。また、Instagram では最新情報も発信しております。フォローの方よろしくお願いします。ということで、今週は伊沢正奈さんのふんどし草でありますとか、野糞のことについていろいろお話ししてきたんですけども、いやいや団地よ。ユーコン関係あらへんがな。どないなっとんねん。ユーコンの話が聞きとうてこっちは聞いとんねん。っていうね、声もたくさん、聞こえてくるんですけども、ご安心ください。この伊沢さんのふんどし草でありますとか、野糞、それをユーコナーとしてどう考えたらええかっていうのは、また来週に、持ち越させていただきますので、よろしくお願いします。来週も聞いてください。といったところで、今週はここまでです。今週も最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。お相手は私、スケの団地でした。さようなら。バイバイ。団地のユーコン。